どうも、ゆゆうたです。今日は高校2年生までオナニーをしたイコール童貞卒業と思っていた話をしようと思います。聞いてください。当時僕は友達が全くいなかったのと、生々しい性描写が嫌いで、静止画やイメージビデオばかりをおかずにしていたので、性に対する知識の偏りがひどく、正直童貞が何なのかよく分かっていませんでした。そんな中、当時ハマっていたネトゲのグループチャット、初体験はいつかの話題になり、その方向先は僕にも向けられました。なあゆゆた、お前はいつ童貞を捨てたんだ？童貞、童貞ってなんかエロい感じのやつだよな。ってことは初オナニーでいいのかな。小5の時かな。小 5？ めっちゃ早くね。誰とやったん？いや一人でやけど、そういうもんじゃないの？いやそれはオナニーだから。マジかよ。おいみんな、ゆゆた童貞だぞ。やらかした、やらかした、消えてなくなってしまいたかった。このやりとりは野を越え山を越え、2チャンネルのネトゲスレにもさらされました。ついでに仲のいい友達だけでやってたミクシーもさらされ、トップ画像にしてた顔写真もさらされました。みんな知ったかぶりは身を滅ぼすので、わからないことはちゃんと聞くようにしようね、yeah。ありがとうございました。